昔からゲームとかアニメとかラノベとか大好きだった。作ってくんでしょ、このまま。橋場恭也28歳、どこにでもいるようなもうすぐおじさんになる独身男性。目が覚めたら僕は10年前の世界に戻っていた。それはちょうど大学を選ぶタイミングで、僕は世界の謎について考えるより先に進路を考える必要に駆られていた。篠明です。九州は福岡、糸島から来ました。小暮七子です。滋賀県から来ました。七子って呼んでね。俺は六音寺貫之。同じく名前でよろしく。川瀬川英子、返してもらえる学生証。みんな心して聞け。娯楽ってのは生活が足りた後に初めて需要が出てくるものだ。そんなものを作るためにわざわざ大学まで来てしまった君らは水郷を通り越してアホだ。だがな、アホだって極めればそれは売り物になる。私はそれを心から楽しみにしている。以上だ。絵をやめてしまえば楽になれるかな。ごめんね、下手だったでしょ。私先生たちを驚かせてやろうぜ。俺たちの作品でな。私たちは絶対にトップを取るつもりよ。仕方ないって。これじゃ仕方ないよね。絶対なんとかする。もうあんなできん人は何かできることを必死で探してるんよ。